皆さん、こんにちは。今日は中居正広さんの最新情報についてご紹介します。タレントの中居正広さんが先月31日、番組 MC を務める日本テレビ、ザ・世界仰天ニュースに出演。2001年4月の放送開始からダブル MC を務める落語家笑福亭鶴瓶さんとのオープニングトークで、自らのファンについて触れる場面があった。体調不良による約2ヶ月間の休養期間を経て1月復帰。先月17日、24日に放送された過去2回はオープニングのみの出演だったが、2時間スペシャルとなったこの日はゲストを招いた本編にも登場して、同番組への本格復帰となった。恒例となっているオープニングトークに17日、24日と同じ衣装で登場した中居さん。こないだオープニング録った衣装です、と。引き続いての収録だということに触れた後で、久々に再会した時の第一声が中居を心配する言葉ではなく、俺、痩せたやろ?だったことが前回までに、明かされていた鶴瓶さんに対して、放送の後、知ってますか?レイさんに対する苦情がすごかったですよ。あの人ダメだ。って、とお得意の愛ある妄想トークを繰り広げた。もちろん、まだ復帰回放送前のトークだけに、苦情が入る余地などあるはずなかったが、鶴瓶さんも早朝4時半に間違えて中居さんに電話してしまったことを、なぜか自ら暴露して謝罪するなどボケて対応した。すると、でも苦情、すごかったらしいですよ。ほんと気をつけないと。街、歩けますか?となおも楽しそうに。妄想トークを続ける中居さん。まだ街は歩いてない。そりゃ、そうでしょ?と言い返した鶴瓶さんは。お前のファンも。中居が、行け、言うたら束になってかかってくるやろな、と。中居ファン、通称、中居面、さに触れた。これに、一人じゃ力ないんですよ。すぐ群れるから。一人のパワーもうないんですよ、足腰弱いから、と。大事な人ほどつい悪態をついちゃう中居さんらしく。アラフィフをおめな中居面に愛あるいじり。苦笑いの鶴瓶さんが、なんでやねん、と瞬時に突っ込みを入れると。レイさんよりかは若く見えるかもしんないですけど、中居さん。俺らから見たらピチピチやだな。鶴瓶さん。ストライクゾーンですか?中居さん。僕はそういう目であなたのファンを見たことはないです。鶴瓶さん。当たり前です、中居さん、と仲良しトークが続いて笑いを誘っていた。中居正広さんが番組 MC を務める TBS。中居正広の金曜日のスマイルたちへが3日に放送され。中居さんが旧知の番組ディレクターから手作りの米5キロをプレゼントされた。この日は中居が見守り続けた一人の男のドキュメンタリーとして。2008年3月に東京から茨城県常陸大宮市に移住して、番組企画の一人農業生活を、送っている渡辺ヘルムート直道ディレクターの15年間を、まとめた内容がスペシャルとして放送された。その冒頭だった。1月某日のこととして、渡辺ディレクターが金スマ衣装を着た中居さんを TBS まで、訪ねる場面が公開された。体調不良により昨年11月から約2ヶ月間にわたって休養し、今年1月に復帰したばかり。これまで何度も現地へ出かけ、田植えや稲刈りの手伝いもしてきた中居への、プレゼントとして、渡辺ディレクターは昨年収穫したという手作りの米5キロを手渡した。お久しぶりです、という渡辺ディレクターに、久しぶり、と応じる中居さん。コロナ禍もあって数年ぶりの再会となったが、ご無沙汰しております。わあ、すっごいお元気そうで、本当に、という嬉しそうな声に、全然元気じゃねえよ。体懲戒したっつってんのに。全然元気じゃねえよ、と。お得意の天の弱モードで返す中居さんだったが、渡辺ディレクターは、すごい笑顔で。嬉しいです。本当に嬉しいです、と。帰ってきた中居さんの姿に今にも泣き出しそうなほど感激した様子を見せた。そして、これ、去年作ったお米なんですけども、と。渡辺ディレクターが大事そうに抱えて持ってきた紙製の米袋に、入った5キロ分の米を手渡すと。あら。これ、僕にですか?と嬉しそうな中居さん。ありがとう。コシヒカリ、と感謝の言葉を言って受け取った。だが、すっかり元気になって帰ってきたことを示すかのごとく。お前、って、湿ってんな。ここ、袋、びちょびちょ。なあ。なんでここびちょびちょなんだよ。もう炊けてないだろうな、と心を許している相手には。ついついやっちゃういつもの憎まれ口を叩いて笑いを誘った。それでも嬉しい。ありがとう、と。
これまたお得意のツンデレモード全開な中井さん。お米、今食べてるから。家でお米を炊くようにして、今と。最近は自宅で米を炊く生活を送っていることを明かした。以前、長年使用している炊飯器の蓋が閉まらなくなりパッカーンと。開いたままの状態になってしまうとテレビ番組などで明かしていた中井さん。長期休養前には連日のように天ぷらを揚げ、蕎麦を茹でるという昼は天ぷら蕎麦、夜は深酒という生活を送っていたはずだが、最近はより健康に気をつけているようでファンをまた一つ安心させていた。中井雅宏さんが4日、パーソナリティを務める日本放送、中井雅宏オン&オンエアーに出演。中井流天の弱でファン、通称中井面への愛情を、にじませる場面があった。約2ヶ月間の休養期間を経て復帰4週目となった今回。昨年11月からの休養期間中、公式サイトにアップしていた写真は、自分で撮影していたことを明かした中井さんは、急に空、撮ったりしてて。ふふふ。くう。あれね。なんか自分で撮ったやつを公に出したことなんてないからさ。結構、何枚もつまんだね。あ、この空の方がいいな、とか。ほんと5分で変わるんだよね、雲の形とか。横長がちょっと斜めになったり、雲が切れちゃったとかって。何枚か撮ってた。お花とか撮っちゃったりして、と。花鳥風月を愛でるアラフィフっぽい話を。ちょっと恥ずかしそうにまずは口にした。そして、中井面に携帯リングみたいの、送ったの。携帯。スマホの裏に僕の顔のやつ、イラスト付きのスマホスタンド、を。貼ると、携帯を見るときに立てられるみたいなやつがあんのね。僕のやつはゴム、正規、なんだけど、と休養中にファンへ。送ったシリアルナンバー付きのスマホスタンドについて言及。ゴムの角度を変えられるっつって。で、会員になった人、全員にあげたのね、と。休養中の中井さんから不意に届いたプレゼントに喜ぶ中井面たちの顔を。思い浮かべるように優しい声で話を続けた。中井さんは独立2周年記念日の昨年4月1日に入会金1000円。月額100円と超リーズナブルな有料ホームページ、HP。中井面あの子たちに、をサプライズ解説。あまりの格安ぶりにスタッフからは、これでできるのか、という声が。上がっていたが、もともとは無料でやろうと思ったんだけど。無料だと送料とかで赤字になるみたいなことになったから。運営していくにあたって。だから、じゃあ、入会金と月100円でやれるのかどうかって。でも、4月にならないとわからない、赤字か黒字か、と。開設1周年を目前に運営事情を明かした。そして、ここで徐々にお得意のツンデレを発動。やばいっぽい話も出てんだけど。赤字じゃやだね。ファンクラブ赤字ってあるの、と。1年前はファンクラブではないとガンナに言い張っていたのも忘れて。力説。スタッフの笑い声を聞いて中井さんも、ふふふふ、と笑い声を漏らした。この1年弱の有料 HP 運営について改めて振り返った後で。ちょっとサプライズっぽくしたかったのもあって。1000円以内で作れるスマホリングを作ってたのよ。だから入会金を僕はポケットに入れようとはしてなかったってことだけを。自分のお小遣いにしようと思ってたんじゃないよっていうのを。なんとか伝えたくて、その時などと説明した。本来は昨夏頃にはスマホスタンドを届ける予定で進めていたものの。円安などもあって11月、12月までずれ込んでしまったという背景も。明かした中井さん。ちょうど休養発表と時期が重なり、ほんとすっげタイミングで。お休みしますなんて何ヶ月も前から決まっているわけじゃないから。なんかやだなぁ、これ。狙いだと思われたら。なんかやだなぁ。休養しますって言った瞬間に、前後して何かが届いた、みたいな。なんかすげぇ、俺、作詞じゃん。休養する方からプレゼント。みたいな、と。そうじゃないを強調した上で。俺、そんなロマンチストじゃねえんだけど。と思いながら。やだなぁ、これ、重なるの。と思って、と照れ笑い混じりに続けた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。